こんにちは。今日は千鳥掛けをやっていきますね。これはジャケットの裾だと思ってね、いきましょう。ジャケットの裾なので4センチで上げたいので8センチでいきましょう。 4.5 でもいいけどね。いきましょう。今日もやや丁寧にやっていくので、もう一等でしつけしていきますね。後ろの生地を縫わないように定規を引いてやっていきましょう。まあそこまで細かくやらなくてもいいので、3センチぐらい。はい、しつけがね終わりました。千鳥掛けをやっていきましょうかね。手縫い糸でやっていきますね。ちょっと分かりやすいように黒い糸でやってるので、8番か9番の針を使いましょう。千鳥掛けっていうのは進む方向が逆なので、前の祭りはこっちからこっちに進んでいったんですけど、千鳥掛けこっちから進んでいきます。でも針刺す方向はこっちなので、針刺す方向と進んでいく方向が逆だと思ってください。一針目を下から刺しましょう、ね、ここね、ここね、こっから5ミリぐらいのとこにチクッと刺してください。で、下側もチクッと、この時に後ろまで救わないでほしい。後ろの生地までここだけ、この上の生地だけ、折り上げた生地だけすくってください。進んでいく方向が逆なので、おそらくこの千鳥掛けが一番糸の寄りが戻っちゃったり、糸が寄りすぎちゃったりしちゃうと思うの で、手縫い糸の時に寄りすぎちゃう人は、ミシン糸の時は寄りがなくなっていっちゃうと思うので、その逆の人は逆だと思います。だいたい5ミリから7ミリ間隔ぐらいでやっていきましょう。この間の祭りと一緒で針をね抜く時に回してください、ね、上側すくってるのがこっちで、下側はこっちなんですけど、上側ポツポツポツって出ますが、下側は出ないですね。まあちょっとぐらいすくってもまあありっちゃありですけど、まあでもウールだとそんなになんかすごい気をつけなくても出ないと思いますけど、薄い生地の場合はちょっと気をつけた方がいいかな。こっちの生地をすくうときに下の生地をすくわないかっていうのは、ちょっと薄い生地の場合は気をつけた方がいいですけど、今手縫い糸でやってますが、まあ白も糸でやる場合もあるし、大体でも手縫い糸でやりますけどね。もしくは手縫い糸がない時にミシン糸でやったりとか。これは一応ジャケットの裾みたいなのを想像してやってますが、ズボンの裾とか自分で裾上げするときはこの縫い方をやってもらえればいいのではないかなと思います。祭り縫いと千鳥掛けの違いっていうか、千鳥掛けは今見る通りこことここで止まってるんで緩いんですよね。まあしつけしてるからあんま動かないけど、こう緩く動いてくれるっていう、だからふんわり止めたいときっていうのと、あと立ち端が切りっぱの時はちょっとすくっただけでポロって取れちゃうので、その時にもいいかなと思います。だから祭りをするんだったらこうやって折って祭らないといけないけど、千鳥掛けだったらこのままいけるから薄く上がるみたいな、薄くしたい時とかも千鳥掛けの方がいいんじゃないかなと思います。動いてもいい、がっちり止まってる方がいいとみんな思うかもしれないですけど、服飾の中ではね、動いてる方がある程度緩く止まってる方がいいっていう場所もいっぱいあって、がっちり止まってほしい場所と、まあ緩く行ってほしいとこと動いてほしいとこっていうのがあって、まあ、千鳥掛けはどっちかというと緩く止まってほしい場所みたいな。緩く止まってほしい場所によく使います。祭りもそうですけど、あんまり強く引かないでくださいね。ふんわりね。ギュッとやっちゃうとね、ほら、こんな風になるんで、表から見た時にほら、ここだけこんな風になってね、気持ち悪いでしょ。これがグーってやったら、ギュ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 ってなるんで、緩くいくみたいな。手縫い全般的に言えることですけど、こいつは特に緩くいってください。これ、よりがね、こうなってきたじゃないですか。よりがかかりすぎるとこうなるんですよね、よりがね。よりがかかんない方向に回してやるっていうのが正解だから、もうちょっと回してやらないとダメだったってことですね。針をね。まあ、千鳥掛け全部やってしまうと、手の中に突っ込んで玉止めできないので、これだったらここから玉止めできるけど、まあ表でやっていくか。ね。表でいきましょう。で、玉止めをウールだったらギュッと隠してもらって、はい、終わりました。こんな感じです。てん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 、こっちは出てないです。これで千鳥掛け終わりました。これみんな千鳥掛け裾上げとかに作ってくださいね。ではでは、皆様の良い服飾ライフを。